よね。まあまあまあ、そう仕方ないといえば仕方ないのかもしれないけど、一般の方たち、はい、ね、遠方から来る方も多いじゃないですか。なのにそんなごっそり抑えて、はい、ねえ、なんか最終的に確定する時期は未定なんですって今のところ。でもホテルがそういうふうに取れないというのは本当にやっぱりチケットは取ったのにって騒がれ、いや困る。だから、うん、なんかその今のところね、いつその部屋が手放されるかもわからないから、はい、その近郊に、だから埼玉だったり、はい、神奈川、千葉とこの首都圏内で、はい、あのちょっとエリアを広げて、はい、探してみてはっていうふうになんか提案呼びかけられてるんですけど。じゃあ浦和なんかいいじゃないですか。ね、盛り上がるんじゃないですか、ファインズとかね、ホテル、ね、だってもう新宿までだってあれでしょ、もう浦和からだったらもう赤羽、池袋、新宿4つですね。え、浦和からだとの赤羽で乗り換えないといけませんよね、新宿は1本で、はい、例えば、うん、あの湘南ラインであればもう赤羽、池袋、新宿1本、そっか、浦和からなら1本なんだ、うん、1本だからもう本当に赤羽3つ駅でしょ、3つ向こうがもう新宿ですから近いですよね、うん、でもそういうところに足を結局伸ばさざるを得なくなるんじゃないですか、こんなにね東京がいっぱいだったら、うん、そうですね、やっぱり遠方から来る人はね、はい、あのなんか近くに泊まりたいっていうこの心理、やっぱりね、にはそうですよね、うん、やっぱりね、遠から来てるのに、うん、昨日やっぱりですね、うん、あのあそういう話が、まあ、それに近い話っていうんですか、うんうんうん、フランス人があのお客さんで来たんですよね、それであのうちのドーマスが、うんうんうん、同じフランス人でこう、うんうんうん、はい、フランス語でこう話してて、うんうん、それでその泊まる場所に関しての話になって、うん、それでお前はどこに住んでるかっていうような形で、あなたはっていうことでドーマスにそのフランス人のお客さんが、うん、いや僕は浦安だとか、あ浦安なんですね、浦安さん、うん、そうなんです、それであの、浦安さんなんでそんな遠いところかって、確かに東西線でしたらもう新宿なんかもうあっという間なんですよね、浦安ってどのぐらいですか、どのぐらいなんだろう、もう30分以内にはもう新宿着いちゃいますから、はい、近いですか東西線、うん、え、ディズニーランドの浦安ですよね、そうそう、東西線で新宿三丁目前でしたらそんなに時間かかんないらしいんです、はい、でもね、でイメージ で, そうですよ、でやっぱり千葉なんかダメだみたいな話があって、やっぱり東京に、うん、東京でやっぱりね泊まりたいと、だからやっぱりそういうの分ってやっぱりね、なんか東京ってやっぱり東京都っていう分がやっぱり ね、地方の県が変わるとちょっとね、うん、この方から見たら、うん、だからまあ外国人に限らずやっぱりこう地方の方でこの関東エリアの状況が分かんない方に関しては、うん、だってね、それこそ浦和からだって湘南ラインで3つ目がもう新宿なわけじゃないですか、そうですよね、うん、そういうふうな形から言うと山手線の一駅の感覚とはちょっと違いますけど、それこそ東京都をね、まあ、例えば八王子行くよりも全然近いじゃないわけじゃないですか、そうそうそう、ね、横よりもね、縦、はい、ですからうちのね店で言えば立川、新宿から立川行くのに大体50分ぐらいかかるわけじゃないですか、浦安の方が近い、うん、もう全然浦安だとか、その浦和の方が近い、やっぱイメージですよね、うん、イメージやっぱり東京都というのがやっぱりね、そうそうそう、うん、でもね、まあ、住むわけじゃないしね、はい、ちょっとこうホテル、まあ、でもやっぱこれほどなんか抑えてるっていうのはなんかひどい話ですよね、 それはどういうなんか意図があるんですか、あやっぱりその、はい、各国のオリンピック委員会、はいはい、競技団体などの関係者向けになんで、はい、こう世界中からね集まるこの関係者のためにいっぱいちょっとまずは抑えておこう、とりあえず抑えておこうってことですよね、あ、まあ、そういうふうな分では、まあ、自分そのオリンピックの仕組み分からないですけど、うん、やっぱりオリンピック委員会に各国からそういうふうな主要な方は問い合わせがあって取ってあげるわけですか、そういうことなんですかね、あとはでもその、はい、各自で取るところもあるから、はい、とりあえずこう不要になるかもしれないけど、はい、とりあえず抑えるんですって、ああそうなんです ね約200国、多いですよね、200カ国ですか、いやそれがもう東京に来るわけですね大変ですね、いやどんなことが起きるんでしょうね、ちょっと近寄らないですねなんかね、そうですか、ただでさえね東京となると
人がね本当に集まってる場所じゃないですか、東京、ねうん、そこに200カ国からも怖いな、怖いな、そうなんですね、電車乗れないんじゃないかな、救急で、はい、じゃあ1分前なので、はい、お待ちください。